これから顕微鏡の使い方と一次プレパラートの作り方を学習しましょう。顕微鏡を運ぶときはこのように片手でアームを持ち、片手で鏡台の下を支えるようにして運びます。これはダメです。顕微鏡を実験台に置くときにはこのように少し端から開けておきます。これはダメです。次に顕微鏡の構造と各部の名称を見てみましょう。この顕微鏡はステージ上下型の顕微鏡です。鏡頭上下型の顕微鏡もあります。これが接眼レンズです。屈折型の顕微鏡ではここにプリズムが入っています。この部分がアームです。これが対物レンズです。3本の対物レンズがこの顕微鏡ではレボルバーに取り付けられています。レボルバーを回すことによって倍率を変えることができます。ここがレボルバーです。対物レンズが鏡頭の真下に来てレボルバーを回していてコチッと合うところで光軸が合います。ここがステージです。ステージにはプレパラートを固定するクリップがついています。ステージの中央にはコンデンサーレンズがついています。この部分についているレバーはコンデンサーレンズを上下させるためのレバーです。コンデンサーレンズを上下させて像が最もきれいに見える位置に調節します。これが反射鏡です。反射鏡には平面鏡と凹面鏡があります。顕微鏡によっては光源装置がついているものもあります。低倍率で観察するときには平面鏡、高倍率で観察するときには一般的に凹面鏡を使うようにします。ステージの裏側についているのが絞りです。このレバーを動かすことによって絞りを調節することができます。絞りの開口数は一般的に対物レンズによって決まっていますが、光源装置のない顕微鏡ではこれを光量の調節に使います。これが調節ネジです。外側が粗調節ネジ、内側の小さいのが微調節ネジにこの顕微鏡ではなっています。粗調節ネジを回してあらかじめピントを合わせます。そして細かくピントを合わすときには微調節ネジでさらに微調整をします。微調節ネジは同じ方向にくるくる回したりしてはいけません。横から見ながらレボルバーを回して最低倍率の対物レンズをセットします。次にステージを上げてプレパラートを対物レンズに近づけます。そして顕微鏡をしながらステージをゆっくりと下げてピントを合わします。およそのピントがあったら次に微調節ネジを回してピントをさらに合わせます。倍率を上げて観察するときにはレボルバーをそのままゆっくりと回します。対物レンズはプレパラートにぶつかったりはしません。次に微調節ネジで微調節をします。顕微鏡のレンズを取り替えたりするとレボルバーを回したとき対物レンズがプレパラートにぶつかったりします。レンズは取り替えないようにしましょう。反射鏡の向きを調節して視野全体が明るくなるように調節しましょう。
光源装置付き顕微鏡の場合には、つまみを回して適当な明るさになるように調節しましょう。次に顕微鏡を使うと視力を拡大して観察することができる理由について調べてみましょう。この図のように顕微鏡では2枚の凸レンズによって視力を拡大して観察しています。この活字の「の」の部分を顕微鏡で見てみましょう。どのように見えるでしょう。このようになります。ただし最近では成立して見える顕微鏡もあります。いろいろな倍率で根端分裂組織を観察してみましょう。プレパラートを上側に動かしています。下側に動かしています。右側に動かしています。左側に動かしています。このように上下左右が逆に動きます。最近では逆にならないタイプの顕微鏡もあります。次に玉ねぎの表皮細胞の一次プレパラートを作ってみましょう。このようにして空気が入らないように注意してカバーガラスをかけます。次にプレパラートの出来不出来について見てみましょう。では、うまくできたプレパラートでは細胞はどのように見えるでしょうか。600倍にすると視野はこのように暗くなります。このような場合、光源装置のある顕微鏡では光を強くします。ない顕微鏡では絞りをやや開きます。スケッチをするときには、一方の目で顕微鏡、他方の目でスケッチ用紙を見ながらスケッチをします。このように、交互に覗きながらスケッチをするのは間違いです。スケッチをするとき、このように破線で書いたり、
塗りつぶしたりするのは罰です。スケッチをするとき、外形は一続きの実線で描きます。細胞壁を描くときには、細胞壁の幅が最も狭くなる状態がピントが合った状態です。その状態でスケッチします。そして陰影は点を打つようにします。できるだけ少ない点の数で、立体感を出すと良いスケッチになります。